オリコン令和ランキングシングル首位にストーンズとスノーマン。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、昨日発表されたんですけども、オリコン令和ランキングってところで、令和元年から令和5年の作品別の売り上げ部門ってところで、まあ、シングル部門とかアルバム部門とかいろいろあるんですけど、その中のシングルランキングっていうのがあるんですけども、その中でスノーマンとストーンズの DD イミテーションレインが期間内売り上げで 188.2 万枚を記録して、まあ、令和シングル1位ってところで発表されたんですけど、いやー、おめでとうございますっていうところで、今日はですね、そこら辺の、まあ、自分の思いだったりとか、やっぱりスノーストすごいなってところ、いろいろお話ししていきたいなっていうふうに思います。先ほども言いましたけど、スノーマンとストーンズのこのイミテーションレイン DD がですね、令和1年、令和元年から5年までの期間内で1位を取ったというところで、まあ、記録に残ったんですけども、まあ、その中で、まあ、ジェシーと岩本くんがそれぞれコメントを残しています。ジェシーの方のコメントで言うと、まあ、リリースから4年経ってプライベートでカラオケ行った時に一番リクエストされる、一番歌ってよって言われるのがやっぱイミテーションレインだと、まあ、世間の印象が強い曲なんだなっていうふうにジェシー自身も感じているらしくて、デビュー曲がロックバラードっていうのが新鮮だったのかなっていうふうに言われています。まあ、確かにこのジャニーズ、旧ジャニーズとしてのデビュー曲で、まあ、いろんなね、嵐とか結構キャッチーで明るい曲が多い中で、まあ、ロックバラードって意味わかんないですよね。本来ロックはロックじゃないですか、ウェーみたいなにバラードを掛け合わせたっていうところで、まあ、当時もなんか異質だって言われてたと思うんですけど、本当に異質な楽曲だったのかなっていうのは思いますよね。やっぱりデビュー曲としては目新しさというか。で、続いて岩本くんのコメントなんですけども、ずっと目指していた一つの夢であるデビュー曲ってところで、たくさんのことが初めてで、その中で自分たちのパフォーマンスを見てもらいたい一心で思いも詰め込まさせてもらった楽曲ですっていう風に言われています。まあ、ヒー君はね、何かとそのジャニーズ初を取りたいっていう風にいろんなねコメントとかで言っていたと思うんですけども、スノーマンといったデビューしてすごい長かった、デビューまで時間がかかったメンバーってのがすごく多いので、てかほとんど元々の6人のメンバーに関してはかなりデビューが遅かったんで、やっぱ本当に DD っていう楽曲は多分きっと自分の人生の中で一番大事な曲なんじゃないのかなと思いますよね。で、まあ、今回その1位を取ったところで、まあ、ちなみになんですけども、この令和1年、まあ、令和元年ですねから5年までの、まあ、CD の売り上げランキングってところで言うと、1位がイミテーションレイン DD、 先ほども言いましたけどスノーストのやつなんですけど、2位がサステナブル AKB ので、それが140万枚ぐらいで、3位がスノーマンで、またキッシュマイリップスで120万枚ぐらい、そのあとまあ4、5、6っていうのが、まあ大体乃木坂 AKB 乃木坂って入るんですけど、7位にキンプリの月読み彩り、それが119万枚ぐらいですね。で、8位にカイト嵐の116万枚ぐらい、9位にまた乃木坂で、10位にまたキンプリ Life Goes On We Are Young、まあ、キンプリの5人の最後の楽曲ですね。まあ、この中で見るとやっぱりそのジャニーズ系とこの坂道系とか AKB 系のシングルっていうのがやっぱ大半というかトップ10全部占めているってところで、やっぱそのジャニーズだったりとか秋元康系のアイドルっていうのはやっぱ日本の伝統文化というか日本の良きところかなっていうふうに思いますよね。で、やっぱりこのスノストがオリコン1位を取ったってところで、まあ、やっぱりそのもちろん1位って記録はすごいんですけど、プラスアルファで、まあ、この間自分動画でも撮ったんですけど、スノーマン、ストーンズってまあデビューして4年ちょっとだと思うんですね。ただその中でもうスタート者、旧ジャニーズからスタートエンターテインメントに会社が変わったと思うんですけど、スタートエンターテインメントの中でマジで2大巨頭というか2大看板になっていると思うんですね。売り上げとかだけで言うと確かにスノーマンが一番売れてるし、目黒蓮っていう個人の名前も売れてると思うんですけども、ストーンズっていう6人の、まあ、この音色というか楽曲に関してはやっぱり今まで旧ジャニーズが挑戦してこなかった歌っていうところに対してすごく強く向き合ってる部分があるので、普通にストーンズの売り上げもやばいですし、まあ、プラスアルファでオリジナリティはめっちゃ追求してるっていった感じで、本当にこのスノストの2大巨頭っていうのはめちゃめちゃ旧ジャニーズ、そしてスタート社にとってはでかいと思うんですよ。で、やっぱなんでこれが相当でかいのかなと思った理由として、まあ、チャリティーソングの We Are って楽曲があると思うんですね。で、その中で僕その前の動画でも言ったんですけど、まずやっぱり一番名前が売れている目黒蓮くんから歌い出しが始まって、でスノーマンが歌うんですけど、We Are の中で一番歌ってる尺が長いのがストーンズなんですよね。
まあ、ジュリのラップがすごい多いから、まあ、それで尺を稼いでるってのはもちろんあるんですけど、スタート者、いわゆる旧ジャニーズとして75人ぐらいいるすごいタレントの中で、ラップ担当といった田中ジュリってなってるぐらい、要はもう旧ジャニーズの中で一番ラップができる上手いみたいなところがあるじゃないですか、ジュリって。なのでもうそのストーンズとかじゃなくて、旧ジャニーズのラップ担当は田中ジュリ、旧ジャニーズで一番名前を売れてるのは目黒蓮じゃないですけど、そうやっておのおのの良さ良きところ、もちろんスノーマンだったらラウールのパリコレとかも目新しいですし、ストーンズだったらジェシーとキョモっていう歌が上手い2人で、この目黒蓮くん、渡辺翔太くん、ジェシー、キョモに関しては最後のその We Are って楽曲を締めるときに、ジェシー、ショッピー、キョモ、メメっていう風に締めて歌うんですね。最後デビューして4年しか経ってないこのスノストの中で、先輩には本当に有名人しかいない中で最後締めるのが4年目のスノストっていうところで、本当に若手ではあるものの、もうこのスタートという事務所に関してはもうあの看板だったりとか、もう本当大御所レベルまで行っちゃってると思うんですね、スノストは。もちろんこれからのじゃあスノストの10年目20年目に向けて、まあ、問題を犯さないとかそういうのはあるんですけど、オリコンでも1位を作って、そして We Are とかチャリティーソングの中でも一番目立ってるところをスノストがやってっていう。しかもですね、やっぱりその YouTube とかそういった目新しい SNS とか媒体でもちゃんと記録を残していて、まあ、一応旧ジャニーズとして一番最初に1億再生いったのはキンプの月読みになるんですけども、2番目はストーンズのこっから、もうすでに多分 1.2 億ぐらい再生されてると思うんですね。で3番目がスノーマンのデビュー曲 DD で、多分これも1億と何百万ぐらい再生されてると思うんですよ。ストーンズのイミテーションレインに関してはやっぱりそのまあ目新しさはあるんですけど、ロックバラードってところですごい僕も好きなんですけど、じゃあキャッチーで何回も聴きたいかって言ったら、染みたい、なんか染みてえな今日みたいな時に聴く楽曲だと思うんですね。だからこっからとかの方が、まあ、世間一般的な認知層だったらこっからの方が好評だったのかなと思いますし、逆にそれがあのイミテーションレインも代表曲、こっからも代表曲、それってめちゃめちゃすごいですよね。デビューして4年でもう2大看板の楽曲がストーンズの中で2曲もあると。もちろんそれ以外の曲もいっぱいいい曲あるんですけど、スノーマンに関しては、まあ、売れてると言ったら、まあ、もちろん DD と、認知度と言ったらブラザービートだと思うんですけど、まあ、それ以外のところでもスノーマンに関しては CD 売り上げがもう常にミリオン行ったりとか、ほんとこの2グループは話題が絶えないんで、ぜひぜひ、まあ、これからまたデビュー5年目とかのタイミングでスノストで1曲楽曲を作るとか、そういったこともやってほしいなと思いますよね。まあ作るっていうかスノストで一緒に歌うとか、まあ、5年目が早かったらデビュー10周年の時にスノストで一緒に、スノストのチャリティーソングじゃないけど、なんかスノストの合体曲みたいなところを出してくれたらめちゃめちゃ激アツ胸アツだなって思いましたね。はい、今日はですね、まあ、スノーマンとストーンズがですね、イミテーションレイン DD が令和のオリコンランキングで1位になったってところについていろいろお話させていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方ではですね、スノストのこれからに期待したいとこだったりとか、まあ、今現在されているスノストの期待度だったりとか、ぜひコメントで教えていただけたらなって思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズスタートの話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録効果で応援していただけたらなって思います。頼む、スノストで一曲作ってくれ。またね。